サントドミンゴはドミニカ共和国の首都。カリブ海有数の世界都市。アンティル諸島で最初にヨーロッパ人が入植した都市であり、1990年に世界文化遺産として登録された。コロンブスの上陸1492年にクリストファー・コロンブスが到着する前、タイの族は彼らがキスケア、またはアイティと呼んでいた島に住んでいた。 コロンブスはこの島をイスパニョーラ島と名付けた。ドミニカ共和国だけでなく、現在のハイチ共和国も、この島の一部である。当時、島は、マリエン、マグア、マグアナ、パラグア、イグエイの五種の属長の領土であった。5つの領土は、それぞれグアカナガリクス、グアリオネクス、カオナボ、ボエチオ、 カジャコアの貸し家によって統治されていた。1496年、スペイン人が島に定住し、1498年8月5日、公式にサントドミンゴは、南北アメリカで、最初の王風都市となった。コロンブスの弟、バーソロミュー・コロンブスは、居住区を創設し、スペイン城をイサベル一世にちなんで、居住区を、ラ・イザベラと名付けた。そこは後に、 ドミニコに敬意を表して、サントドミンゴと改名された。1502年にサントドミンゴはハリケーンによって破壊されたため、新党知者、ニコラス・デオバンドは、付近の別の土地に町を再建した。都市の元のレイアウトと、その防護壁の大部分は、今日でも、コロニアルゾーンの至るところで確認することができる。1990年に、歴史的なコロニアルゾーンは、 サントドミンゴの植民都市としてユネスコの世界遺産に登録された。このエリアは小玉川に隣接し中世後期の時代の建築様式を反映した宮殿風の住宅や荘厳な教会を含む16世紀の印象的な建物が多く存在する。コロンブス到着後の最初の100年、サントドミンゴは新大陸の探検や征服の拠点となった。 エルナン・コルテスのメキシコ征服やバスコ・ヌニエスでバルボアの太平洋の調査などの遠征はすべてサント・ドミンゴが拠点となった。1586年フランシス・ドレークが町を占領してミノ身ロ金を要求した。イスパニョーラ島でのドレークの侵略や海賊行為は50年以上にわたってスペインによる島の支配を弱体化させ町が放棄され。 海賊行為が横行するまでになった。1655年、イングランド王国のオリバー・クロムエルによって派遣された、軍がサントドミンゴを襲撃したが、敗れて撤収し、町の代わりに、ジャマイカ島を占領した。1795年から1822年まで、植民エリアの変化に伴い、町の所有者も何度か変わった。1795年に、 フランスに譲渡され、1801年にハイチ革命で奴隷により占領され、1802年にフランスが再占領し、1809年にはスペインが再占領した。1821年にサントドミンゴはハイチ人により征服され、その2ヶ月後に独立国家であるスペインハイチ共和国の首都となった。これらの結果、 町や植民エリアのスペイン人の人口は激減した。フワンパブロ・ドゥアルテ・サント・ドミンゴは、1844年2月27日に、フワンパブロ・ドゥアルテに引き入られ、ハイチの支配から独立を勝ち取り、再び自由国家の首都となった。その後、町は、様々な政治的な派閥による、構想の標的となり、不安定な数十年間を迎える。加えて、 ハイチとも数度にわたって争いを繰り返さなければならなかった。3月19日の戦い、3月30日の戦い、ラスカレラスの戦い、ベレルの戦いなどが最も有名な戦闘で、これらの戦いにちなんだ街路が存在し、国家にも登場する。1861年スペインが再び現れ。 ドミニカの指導者であったペドロ・サンタナと取引をして、新しい国家のスペインの支配下への併合との交換条件に多くの称号や特権を認めさせた。しかし1863年にドミニカ回復戦争が始まり、1865年にスペインが撤退した後、ドミニカは再び自由国となった。次の60年間、サントドミンゴと、 ドミニカ共和国は、幾多の革命、支配権力の変化、1916年から1924年までのアメリカ合衆国による占領を経験した。1930年、町はハリケーン、サンセノンによって破壊され、多くの損害が出た。再建後、同年ラファエルトルヒーヨが大統領となり、シウダートルヒーヨに解消されたが、 1961年に暗殺され、独裁政権が崩壊すると元に戻された。1965年のドミニカ内戦でアメリカ合衆国が軍事侵攻した際、サントドミンゴでは市街戦が行われた。1992年にコロンブスの新大陸発見から500年を迎えた。コロンブスの灯台がサントドミンゴに約4億ペソの費用で建てられ、 論争の対象となっている。サントドミンゴの衛星写真サントドミンゴ地下鉄、サントドミンゴ地下鉄、ありがとうございます。